こんにちは、シネマグチャンネルへようこそ。今回は映画における様々なバージョンのボリューム4ということでですね、前回までで30本紹介してきましたけれども、また新たなですね、10本を紹介したいなと思います。まあ、映画にはいろんなバージョンがあるということでですね、まあ、今回はちょっとあの監督ごとにですね、いくつか作品を取り上げてみたいなと思います。まず一人目ですね、ベルナルド・ベルトルッチ監督作品をですね、いくつか紹介したいと思うんですけれども、まずですね、ラスト単語インパリですね。まあ、これ非常にあの、性描写が話題になった映画ですけれども、1972年の映画で、 アロン・ブランドが出た映画ですけれども、まあ、この映画はですね、まあ、劇場公開版ということで、まあ、かなり修正が入ったバージョンがあり、まあ、その修正がない無修正のバージョンっていうのがです、ね、結構 DVD とかでも出たりしててですねで、あんまり知られてないんですけども、オリジナル版っていうのはです二、ね、250分ということで、劇場公開版のほぼ倍の長さのものがあるということで、まあ、ベルト・ルッチっていうとですね、結構長い映画撮ってるイメージありますけどね、まあ、こういうバージョンもあるっていうことですねで。それから同じくベルト・ルッチっていうのはですね、1900年という映画ですね、まあ、これはあの日本語タイトルが語訳として知られ 正確には1900年代とかね20世紀とかっていうね意味らしいですけれどもね76年のですね、まあ、ロバート・デ・ニードとかドナルド・サザーランドとかが出た映画ですけれどもこの映画は劇場公開版がそもそも245分ということで、まあ、4時間ぐらいあるわけですさらにですねノーカット版っていうのがあってです、ね、これ316分ってことなんで劇場公開版よりもさらに1時間以上長いというですねもう本当とにとんでもなく長いバージョンがあるということが知られてますねまあこれはなかなかね1回で見るっていうのはしんどいですよね でさらにですねベルトロッチはもう1個あってですねラストエンペラーですね、まあ、これは1987年にアカデミー賞を取ったですね、まあ、ジョン・ローンとかですねピーター・オトゥールとか坂本龍一が出た映画ですけれどもこの映画は 劇場公開版が163分なんですけれども、オリジナル全長版っていうのがあって、219分ということで、まあ、これはメディア化もされてますね。ちなみに爆音映画祭でラストエンペラーをやった時は、この劇場公開版でしたね。ということで、ベルトルッチは以上でですね、続いてですね、えっ、ー、と、キューブリックについて話したいと思います。まあ、キューブリックはですね、この1960年のスパルタカスですね、カーク・ダグラスがですね、主演して、でダルトン・トランボがね、脚本を書いたっていうことでも有名な作品ですね。で、この映画はですね、劇場公開版がですね、186分あるんですけれども、 まあ、復元版っていうのがですね1991年に作られてですねまあその時に197本ということでオリジナル版よりもですね11分多いバージョンっていうのが作られてますねまあこの時に話題になったのは復元されたですねこの残り11分ですね入ったシーンっていうのがですねまあ同性愛をですねちょっとほのめかすようなシーンっていうのがですね追加されているというところが話題になったりしましたねまあそれからキューブリックでもう一つですねシャイニングですねまあ最近ドクタースリープってすね続編が作られたことも話題になった映画ですけれどもまあこの映画は北米郊外版っていうのがですね143分で まあ日本を含む国際版というのが119分なんですけれども、あんまり知られてないですね、このプレミア公開版というのが146分というバージョンもあると。で現在ですね、まあ、もちろんメディア化もされてるんですけれども、結構動画配信サービスとかによっては国際版のものもあったり、ですね北米公開版のものもあったりするので、まあ、見るときにはちょっとですね上映時間まで見た上でですね見ないと、シャイニングの後にですねわざわざ国米版とかですね国際版とか書いてくれてないので、まあ、これはちょっとね上映時間が20分以上違うんで、ですねそこは注意していただく必要があるかなというところで,、ね、ですね。次はオーソン ウェルズですね、オーソン・ウェルズもですね非常にこう映画会社とかとですね、まあ、戦った人ですよね、まあ、自分の作った映画をですね意図しない形で上映せざるを得なかったことっていうのがですねたびたびあった人ですよねこのですね偉大なるアンバーソン家の人々っていう1942年の作品なので市民権を取った次の作品になりますよねでこの作品ではですね劇場公開版っていうのが88分であるんですけれども、まあ、これはですね、まあ、オーソン・ウェルズの意図したカットではなかったみたいで、まあ、オリジナル版っていうのがですね作られてたのがですね 131分のですね40分以上違うバージョンがあるんですけれども、まあ、残念ながらこの劇場公開版がされ使われてしまったとでこのオリジナル版っていうのはですねもうすでにですね、まあ、消失してるらしくてですねもう復元できないということでですね、まあ、本当にもう幻のバージョンという形でですね、まあ、知られてるとオーソン・ウェルズファンからですね、まあ、それからオーソン・ウェルズでもう一個ですね黒い罠ですね これはですね、1958年でですね、まあ、チャイルトン・ヘストンが主演してマ、まあ、レネ・ディートヒーとかですね出た作品ですけれども、まあ、非常にあのオープニングのね長回しのシーンが有名ですよねでこの映画は劇場公開版が96分なんですが修復版というのがですね1992年に作られてですね111分ということで、まあ、92年はですねモーソン・ウェルズなくなっていたのでなのでまあディレクターズ・カットというよりかはまあ修復版という形で一応認知されているバージョンがあるということですね まあそれから38番目ですね、まあ、日本にも関連する作品ですけどもキルビルですね アタランティーノが撮ったです、ね、日本を舞台にしたボリューム1ですね。で翌年にはです、ね、ボリューム2ということで2作目が公開されているわけですけれども、まあ、これ大した違いはないんですけれども、アメリカ公開版が111分で日本公開版が113分ということで、まあ、当然ですけれども、この映画には日本人が結構出てましてですね、まあ、例えば千葉真一とかです、ね、栗山千秋とか、あと脇役だったらあの北村和樹とかが出てるわけですけれども、まあ、非常にですね日本オバージュにあふれた作品でですね、まあ、当然、深作金次とかですね、あとは歌で 使われているカジメイコとかあるわけですけれども、まあ、その深作金字とかのですねまあこれに捧ぐみたいなですねクレジットとかが出たりしているっていうのがこの日本バージョンということで知られてますねそれからタランティーノでもう一個ですね ワンスアポモテミメインハリウッドですね2019年の作品でレオナルド・ディカプリオとブラッド・ピットがですね共演したことが話題になった作品ですがこれは見た人も多いかもしれませんけれども最初に公開されたのが、まあまあ、オリジナル版って言い方はしないかもしれませんが161分のバージョンがあってですねでその公開から結構すぐにですねエクステンデッドカット版っていうのもですね劇場で公開されましたよね、まあ、10分ぐらいしか変わらないんですけれども、まあ、途中にいくつか挿入されたシーンプラスあとはほとんどが 終盤というかエンディングのあたりのですねシーンが追加されているところがかなり増えてたかなって感じですよねなのであの映画館で僕も見ましたけどエンディングを見ずに帰っちゃう追加されているバージョンを見に行っているのに追加されている場面をほとんど見ずに変えるっていう人が結構いてびっくりしたのを覚えてますけどね、まあ、こういうバージョンもありましたね で、最後の40個目ですね。バトルロワイヤルですね。まあ、ちょっと深作近所の話が出たんで、ちょっと出してみました。まあ、これ、もう当時も非常に話題になりましたね。藤原達也、ビートたけし、えそれから前田明とかですね、が出たですね、殺し合いの絵画ですね、2000年の深作禁止がですね、まあ、事実上最後に撮った作品になりましたね。で、この絵はですね、劇場公開版っていうのが114分であって、その後2001年、翌年にですね、特別編っていうですね、122分のバージョン、それからですね、2010年にはですね、なんと 3D 版っていう形でですね、まあ、119分 のバージョンが公開されているということで、3D 版に関してはですね、メディア化もされているということなんで、メガネとかですね、環境とさえ整えば 3D 版でもですね、バトルロワイヤルは今も楽しむことができるということが知られていると、まあ、いうところでですね、あの今回、あのちょっと監督とかに絞ってちょっと紹介をしてみました。まだまだですね、ありますので、また次回この動画でご覧いただければ幸いですということで、動画の方を締めたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。